飛び込みマイクです。この時間のレポーターは早田明日香さんです。早田さん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、この時間は旧四日市港の近くにあります電子地底にお邪魔しています。はい、あの古民家の本当にいい雰囲気の場所なんですね。はい、ではここからは100年伝統継承クラブ代表幹事の久喜門七さんとインターネットテレビ電子ステーションメインナビゲーターの高潔智秀さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは久喜さん、ここ電子地底について教えてください。はい、ここは大正の初めに東洋坊を設立された伊藤伝七さんの本宅でした。はい、そしてここで100年以上続いた料亭浜松もさんが惜しまれつつ去年の3月に閉店をしました。うん、そして国の有形文化財に指定されているこの館を保護するために100年伝統継承クラブを有志の方々と組織をして去年の6月に建物全体を引き継いでおります。はい、引き継いで現在はどのように利用されているんでしょうか。はい、去年の6月に引き継いでからは約半年をかけて館の中の厨房を含めた第1期の修復工事を行いました。かなり大掛かりな古民家再生となりましたが無事に再生をすることができました。はい、そして去年の秋口から ESD 持続可能な開発のための教育という活動を三重大学の協力を得てスタートしております。はい、また12月からは飲食部門の和神楽をの営業を開始しております。そして来月4月から本格的なコミュニケーションの場としての神楽をスタートしていきます。また4月から庭内に伊藤伝七記念館をオープンをし様々な文化活動を開催していく予定です。はい、そしてこれらの情報活動をの情報発信としてインターネットテレビ電子ステーションを開局しております。はい、さあその、電子ステーションのメインナビゲーターの高潔さん、はい、この電子ステーションではどんなことを伝えていく予定でしょうか。はい、インターネットテレビ電子ステーションでは芸術文化地域情報音楽情報を通してですね三重県の情報ロマン魅力をですねこの電子地底から発信していこうと毎週木曜日公式ホームページにてコンテンツ更新をしております。はい、ちょうどね今日木曜日ですので本日18時に新しいコンテンツアップする予定です。はい、さあそして4月からは東海ラジオでも番組が始まるそうですが教えてください。はい、夢のコラボ企画としてですね東海ラジオさん電子地ステーションコラボが始まります。高潔智秀の Go to 電子地ステーション毎週土曜日朝7時から15分間第1回放送4月7日お届けしてまいります。三重県の魅力歴史ロマンを届けてまいりますのでぜひよろしくお願いします。はい、高潔智秀 Go to 電子地ステーションは土曜日の朝7時から東海ラジオで放送ということですのでぜひ皆さんお聞きください。さあそして今日お邪魔しております電子地点は JR 四日市駅から歩いておよそ15分、旧四日市港すぐのところにあります。詳しくは電子地ステーションのホームページをご覧ください。今日は久喜さん高潔さんありがとうございました。ありがとうございました。スタジオのたくまさん陣野さん、はい、はい、はい、この時間は電子地底からお伝えしました。はい、ありがとうございました。今日の飛び込みマイク早田明日香さんでした。たくま陣野のどういう風